Hey yo! Can you smash it? じゃあ、今日もね、やっていくんですけど、もう、今日はですね、このディガポイを使っていこうと思うんですけど、昔あった B 型ディガポイにちょっと似た感じかな？エレキが着になって、アイスピがデリバリーになっててって感じで、まあ、強化されたインフェがとにかく強いよねって言ったところで、まあ、大型に対して強い。うん、で、まあ、そうじゃないの引いても、まあ、PS 次第でどうにかなるみたいなデッキですね。これね、多分ね、普通にゴラとかラバにはこう勝てると思うんですけど、アチャクイを端前で出すタイミングがすごい難しいデッキだと思う。やっぱ攻めアチャクイってめっちゃシビアなんよね。そのうまく刺せばエリアでめっちゃ取れるけど、なんやろな、端前エリババとかでこう止められてクロークも打てずに処理された時ってもうただカウンター食らうだけになっちゃうので、そういう部分で考えたときに、まあ割とこうリスクはあるかなっていったところですね。さあということで、これですね。来まして、これが。これは、ええ感じにインフェとアチャクイで守っていきたい。さあ、これはインフェとアチャクイ、いい感じに配置できるかな。さあ、一応クロック使う。で、デリバリーで。よいしょ。さあ、守っていって、まあ、これ、スケとかだけでいいかな。ターゲット取ってから、スケで、まあまあまあ。一旦ね、一旦守ってきます。さあ、まあ、ディガー、おっと、30しか。ゴレ三重子ですね。懐かしのデッキきた。ってなると取れないんで、こう処理します。で、まあ、攻めウッドも使って、完封できるといいけど、多分一発あるよね。さあさあさあ、OKOKOK。入っていきます。これは、すごい。これで釣ってあげて、バルキリーでなおかつ寄せつつ、デリバリーでエリクサ回収して、OKOKOK。これはもう行きますね、端前アチャクイまで。すごい出来だな。これまあクローク打つけど、ウィザードの範囲攻撃がめっちゃ、OKOKOK。いや、いい感じに、あれできたな。さあ、ディガー飛ばして、これもうウッドまで行って、スケワンクッション。まあ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 、いいでしょう。守れれば OK なんで。さあ、こっからよな。これは、バルキリーを2周回した方がいいので、まあ、バルキリー出しつつ、アチャクイはできるだけ低め。多分、相手これ、エリコギ逆サイだよね。うん、そうだよね。なので、こうかな。で、なんかめっちゃ頑張ってくれてる。さあ。デリバリー当たってる？オッケー。めっちゃいい防衛じゃない？今の。今のなんかすげえいい防衛した気する。さあ、にしてもすごい出来だな。オッケー。さあ、グッドゲームと言ったところですね。ちょっと今のね、最後、デリバリー、こう、ウィザードに当たってるかギリぐらいだったんだけど、まあ、インフェ左寄せとかだったんかな。まあでも、11交換が硬いかなっていう感じではあったけど、まあまあ、守りきれたといったところでね、いいんじゃないかなと思います。この駅マジ無事いな。防衛に無駄があるとやっぱり渋いなっていうところ。ウィザードを土壇場で囲めてたとこよかったね。さあ、これはアチャクイで受けてってあげて、さあ、まあ、アチャクイこうやって使って、まあ、端前のカウンターでも OK みたいなのがあるよね。さあ、クロック打ちましょう。クロックって、これ多分こうやって延命までした方が強いんだろうな。さあ、いい感じ。これはデリバリーで守れますね。まあ、スケでも守れるんだけど、これどの道やることを次スケ切ってディガーとかしかないんで、これしてなんかデリバリーでももうカウンターしようかなっていう作戦。
でいきます。で、ギガを飛ばしてワンチャン無視されるのでスケも出してプレッシャー、まあ、無視してこないのはまあそれはそれですね。これアチャクイ出すな、アチャクイ出してこれ殴んなよ。オッケーオッケーオッケー。さあこれクロークで打っと、まあベビーが来る、まあこれも一回同じ要領でデリバリーカウンターでいくか。デリババいるから要注意、アド取られないことが本当に大事だね。これ取れないと思うんだよなさすがに。うん、さてここまでいきましょうか。でこれ相手無視そうだよね、しないから、じゃ無視するから、オッケーオッケー、この隙が刺さるよね。棒っぽいかこれ、棒っぽいですね。打ちましょう。でこれで全部処理、気持ちいいわこれ、本当に気持ちいい。相手も笑ってるもんね、めちゃめちゃ気持ちいい。これもう何しても OK、 これよし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 、もうさらちですね。さてもうこれもいいフェ、ここら辺で焼いちゃおうかなって考えるときない。これでさすがにヤンキーだからやめとくか。まあこれインフェ出して、まあ、逆サイエリババかな。おおなるほど、はい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 、デリバリーで処理して冷静にクローク、 GG ですね。これもう来たんじゃないですか、完封勝利。さあいやこれスカッとするやろな見てる人、相手も笑うしかないもんね。いやこういうデッキにマジで強いの、ポイズンデリバリーウッドとかやばいマジで。さあ結構ゴリゴリなデッキを2連続で引いてるけど、まあ、繊細なデッキ相手にもねこういい感じに勝てるっていうところをね見していきたいなと思います。これ結構マジでディガポ今流行ってるデッキで、なんだろうな、こう運ゲーとか嫌いな人におすすめ。ひろゆきさんとかも動画で、あの僕運ゲーすごい嫌いでみたいな、なんであの負けないデッキを作ってますみたいな言ってたんだけど、そういう方におすすめ。ディガポイはあの上手かったら勝てるっていうあの究極論があるんよ。だそれがねこうディガポイの難しさ、逆に何でも負けるかな。まあ枯渇とか、まあ、今みたいな大型には基本的には勝ちたいけど、まあ一回防衛事故ったら負けちゃう、防衛ポイズンが遅いとか、そうだね、まあそういう部分、施設ずれるとかそういうワンミスで負けちゃうから、そういう部分ではまあ何にでも負けれるけど何にでも勝てるみたいな感じかな。まあそうだね、うん、昔のねテスラ型とかめっちゃ強かったよね。そのインフェだとどうしてもホグとかに対して回転が追いつかなかったりするんだけど、テスラとかボムタワーだともう回転も速いし、まあ、安定もするしみたいな感じで強い。まああとはあれだね、こうマザネクがいないから今、うん、それがとにかく強いな。マザネクがいるとポイズンだとまあ処理が追いつかないっていうのと、まあロイジャイのこう何後ろにトリトンとかつけられてマザネクとか出されると、こっちのバルキリーとかが豚に変わってインフェ豚がタゲ取っちゃってみたいな感じで事故るよね。そう、そういう感じで全然変わるから、まあ、マザネクがいないっていうのもこうポイズン復活のいい感じですね。さあとか言いながらマッチングクソ長えなと思ったけど、マッチングしよう。これ待つか初手、これさディガー握っててさホグ来た時さチェックイウッドするのめっちゃ大変。ポイズンしまーす。あ、ポイズン打って自陣デリバリー処理がいいかな。スケとあれだから、ロイホグっぽい可能性もある。はい。いやー、これアチャックイ出すな。アチャックイ出してあげて、クロークで隠れて。いや、めっちゃ延命してくんな。それ大丈夫なの？ちなみに間に合うんか。 OKOKOK、 クロークは間に合わんな。これはさあこれ早めデリバリーで
黒靴火災。オッケー。そしたらこれ、あー一発入るか。もうちょっとタイミング良かったら入んないかな。今のまあタワー巻き込まなかったらいい感じに完封はできるんだけど、ちょっとダメージ交換的には渋いか。もうちょっとタイミングあったかな。さてと、黒く、まあディガーも飛ばしてあげて、さあアチャクイがやっぱクロス受け強いってのがいいよね。いやーこれインフェで片方サイド封鎖してみたいなことやりてえな。デギバギがあるのがねだいぶいいね。アチャクイの受け強い。これはポイズン使っていくと微妙な感じになるので、早めデギバギ徹底。さあこれはよいしょ、ディガーまで行きましょう。これでなんとか一旦抑えて、うん、まあこれはこうだね。さあいやーこっちの体勢が整う前に仕掛けてくるのが嫌だな。バルキリー出して、アチャクイ出すけど、さあうーん非常に嫌だ。いやーこれは勝ちきれんか。体勢整う前にやられちゃったね。さてと、ワンチャンない？それでアチャクイなんかラッキーパンチみたいない？いやーないか。相手の突っ込んでみまだったね。これやられました。いやーファイボでアチャクイピョーンって処理されちゃうもんな。いや早めに読みインフェを立ててうまく処理したかったね。こういうまあクロス相手は結構 PS が出るかなって感じしますね。さあちょっとラストいきましょう。今のは悔しいね。こっちの体勢が整う前にクロスガンガン詰められちゃったんで、アドを取られない動きが大事になるんかなっていう部分。うわクロスに負けた時ってマジめちゃめちゃなんか悔しくない？普通のデッキに負けるよりめっちゃ悔しいイメージがあるんだけど、どうだろう。ディガポイ VS クロスは昔はディガポイの方が圧倒的に強かったよね。今このデッキだとどうなんだろう。回転が昔ディガポイ早かったからそれが結構強いのあったんだけど、アチャクイの結局使い方なのかな。まあ、バルキリーアチャクイとかバルキリーインフェとかで守ればいい感じになるんだろうね。まあ皆さんは今のあれプレイみたいにならないようにクロスで倒すといいと思います。さあやっていきましょうか。さあディガー飛ばしてあげて、うわーこれどう受けようかな。バルキリーでここでまあ受けるのが一番、さあこれはこうだね。処理してペッカ工場だね相手。ケツアチャクイしないな。ディガーでゴリゴリ削りに行って、インフェでもいいけどアチャクイで守ろうか。ペッカ出してまだ工場は回ってなくて、さあ
ここでこっちまで来て、オッケー。クローク、これ間に合うもんな。まあ、バルキーでこれ守れるとして、来なかったら無視っちゃいます。来なかったら無視ってあげて、ガンガン削りに行こうかな。さてと、ケツペッカがこれ嫌だね。まあインフェでやるしかねえか。手札ちょっと詰まったな。これはバルキリーで、バルキリーウッドとかで守るか。まあウッドも使って守る。これアチェクイまで出します。で早めクローク、まあ、アチャクイが削る。ボーボイ。さてと、これはこうだね。オッケー、めっちゃいい守りした。でディガー飛ばしてあげて、アチャクイ、ちょっと待って黙るわ。うわあ、そこのマジアチめっちゃいいな。消えた？オッケー。いやー、今のマジアチめっちゃいいな、相手。エレキは来ない。来た。まあ、バルキリーで。一応マジアチ警戒。まあ、ユーノぐらい。それはポイズンで。OK。 さあディガー飛ばしてあげて、ウッドまで行ってもよかったかもな。あ、めっちゃいい感じ。これもうゴリゴリ削りに行ってもいいな。ポイズン OK、 めっちゃいい。これは美味しいわ。ウルフがめちゃめちゃうるさいぞ。で、オッケー。ああ、絶妙。しゃ、これいい感じに勝ってたね。まあ、こんな感じでちょっと丁寧にね、やると、いい感じにこう、ビタビタと当てはまって、デリバリーがだいぶ強いので、まあ、それでやってあげるといいんじゃないかなと思います。ちょっとね、個人的には3試合目のクロスに、勝ちたかったので、悔しいなといったところなんですけども、ぜひ皆さん、このディガポイね、参考にしてみてください。では、おつめし、バイバイ、またねー。